じゃあ今からその2014年の9月から2015年の1月の4ヶ月間付き合ってた彼女さんに連絡をしたいと思います。いや、ちょっともう雑にやろうかなと。あ、もしもーし。あ、もしもし。あ、すいません、どうも。こんばんは。こんばんは。はい。な、そのキリ君の、元カノさんと聞いて。はい。で、ちょっともう一回こう自分の口からこう説明してほしいんですけど、まずその出会った経緯っていうのは何ですか？なんか昔、なんていうか、自撮り界隈だったんですね。自撮り界隈っていうのは、何？ツイッターに自撮りを上げて、そうそうでで、す。フォロワーを稼いでたってこと？はい、そうです。で、突然、私そんなフォロワーいなあ、く違うて、元カノってことね。今カノじゃなくそて、う元で、カノ向こうね。はすごいもともと何千人ってフォロワーがいたんですけど、突然フォロー来て、それで、なんか、まだフォローされて1週間も経ってないんですけど、なんか、付き合ってほしいみたいな。DM が来たと。なんかリプで、なんかめっちゃ可愛い可愛い言われて、でもなんか悪い気しないじゃないですか。まあ確かにね。それで、DM になったのかな？ Twitter のまま、リプのままか、それは忘れちゃったんですけど、LINE 交換しようみたいになって、それで、LINE 交換して、そっからもうなんか付き合ってって、ほぼ毎日のように 言われて、で、私に住んでるところが茨城で、向こうは遠いじゃないですか、岡山で。まあそうだね。だから、あんまりそういう、なんか、ツイッターで出会った人っていうのが嫌だったんですけど、なんかまあ、なんか付き合ってくれないならもういいや、みたいな ことを言われちゃって、それでなんか、えってなって、なんかそのままいいよって言っちゃって、付き合いました。はあ。で、実際そうなんだろうな。会ったりしたの？一回しか会ってないです。11月、9月に付き合って、2014年の9そう月、です。2014年の9月に付き合って、はい。2014年の11月に会ったってことね。そうです。で、それで、なんか、ずっと10月の間とか全く連絡来なくて、10月、9月のほんと1週間ぐらいしかもう全然連絡来なくて、なんかその間はなんか毎日電話とかかけてきてて、一応まあ彼カノっぽかったんですけど、それでそっからもう全然連絡来なくなって、で、なんか私がなんで連絡くれないのとか、なんか本当に付き合ってんのかわかんないとか送ったら、なんかちょっと今40度の熱出てて返せる状況じゃないみたいな、なんかそういう返事ばっかり返ってきて、で、そのイベントは、お泊まりで会おうって誘われてて、で、付き合ってたし、いいかと思って、で、そんで、で、ずっと連絡来ないから、11月に入っても連絡来なかったから、もうなくなったんだと思って、それについては何も言わなかったら、10日前ぐらいに、なんかお泊まりどうするみたいな LINE が突然来て、それで、
もう向こうが、その向こうが東京に用事あって私も行くことになったから、うん、その向こうがそのもうホテルとかもう全部手配してあるんだと思ったら、うん、10日前なのになんかまだ何もやってないからみたいなこと言われて、でなんかホテル取ってないのって聞いたら、えなんで逆にみたいな感じになっちゃって、うん、あじゃあ取っときますって言ってホテル取ったのも私なんですけど、うん、で当日会った時もそのなんか自分は人気者だからあんまりこう彼女っぽいことはあんまりしないでみたいなことを感じて、あそれあの元あそれねあの彼女も言ってたよ、現彼女も言ってた。そうなんです。あの俺岡山だと有名だから隣歩かないでみたいなこと言われたって言ってたね。あそう、なんかあんまりこうバレるようなことしないでみたいに言われて、イベントの時にそれで、うん、でそのキリ君のファンのことも全然仲良くないから、うん、その一人でいたんですよ、うん、でそしたら一人でいる時になんか遠くからなんか一人でいるのを確認してなんかちゃんと見ててねみたいに言われて、うん、それでまあ別にイベントは何もなく終わって、はい、でその後すぐ会って一緒にご飯食べたりするのかなと思って、うん、イベント会場出ないで待ってたら、うん、なんか LINE でなんかご飯食べてくるねみたいなと言われて、でイベント終わったのが多分7時ぐらいだったと思うんですよ、はい、でその一緒にご飯食べたりするんだと思ってたから待ってたのに、うん、なんかちょっと今からご飯食べ行ってくるねみたいな友達とって言われちゃって、それで私ずっと放置されちゃって、うん、で終電だからほんと12時過ぎぐらいまでずっと放置で、はいはい、で全然連絡もあんまり来なくて、うん、その間もでだからずっと待ってたらなんか渋谷駅来てみたいな、うん、LINE が来て、で会場が六本木だったんですよ、はいはい、だからそこから渋谷まで行って、うん、で渋谷で会ったらそのなんかキャリーケース持って待ってて、うん、それでもう終電そのさっき DM で送った時間違っちゃったんですけど、うん、その渋谷から品川までタクシーに乗らないと品川から川崎まで行く終電に間に合わなくなっちゃってて、うんうん、それでだからもうしょうがないからタクシーに乗ろうって私が言って、うん、タクシーに乗ったんですけど、はいはい、で渋谷から品川までの区間がだいたい4500円ぐらいかかったんですけど、うん、もう彼は1円も出してくれずに全部私が払って、うん、それで一回間違って違うホテルに違う系図のホテルに行っちゃって、はいはい、それでまたそこからタクシーに乗んなきゃいけなくなっちゃって場所が違かったから、うん、でそのホテルから違うホテルに行くタクシー代も全部私が出して、でホテル着いたら着いたで向こうはもうなんか私はもうなんか気づかなかったバカだったので、はい、なんかそういうことはないと思ってたんですよ、うん、なんかそのなんか人気者だしなんかふわふわしてるし、うん、なんか騙されてたのかわかんないですけどなんかそういう感じの子じゃないと思ってて、うん、そうバカだなって思ったんですけど、なんかその寝ようってなった時に、うん、なんか普通に寝ようとしたらなんか、え、なんで寝んのみたいな。結局、嫌だって言って、それはなかったんですけど。あ、まあ、やってないわけね。そうです。だから、別にそういうことはされてないんですけど。はいはい。
で、次の日起きたら、一緒に、二日目ぐらいはなんかこう一緒に行動できるのかなと思ってて、それで、一緒に電車乗って原宿までは一緒に行ったんですけど、原宿駅の前でもうなんか、その友達探し出して、で、今日その友達と一緒に遊ぶからみたいな感じえ、のこ結とを。局付き合ってるの、彼女がいるのに、それで「え、友達と遊ぶから」って。そうです。だから、いや、別についてきてもいいよみたいな感じで。え、それが自撮り界隈の大手だったってことですそうか？です。男の DM に人書いなてんあでする。けど、普通に、なんか、その人と遊ぶからみたいなことを言われちゃって、だからただ単に私は、その川崎の駅から原宿駅まで案内したみたいな形になって、え、ただ ATM ってだけじゃん、それ。本当にそうです。だから本当、地図だったし ATM だったし。で、それで、その間もずっともう、その友達、その自撮り界隈の大手さんとずっと喋ってて、で、しかも原宿ではその俺のこと知ってる人もいるかもしんないから、あんまりくっついてこないでみたいな。自信過剰すぎやろ。手とかも絶対つなげないからみたいな、それでもいいみたいな感じで言われて、それでなんかそのキャリーケースを預けるために、その原宿のコインロッカーみたいなところがあるんですけど、そこに行ったんですよ。で、そこはもう全然人いなくて、その間はもうずっともうなんか、腕組んできたりとか、なんかエレベーターの中でなんかチューされたりとか、なんかそういう感じなんですけど、もうなんかエレベーター降りたら他人みたいな感じで、もうなんかずっと、もうだからその友達といる間はもう本当に私は他人状態で、ただついてってるだけみたいな感じだったんです。それで、帰りになって、その友達と別れてからはもうとりあえず一緒にはいたんですけど、帰り岡山と茨城だから、バスが違うんですね。まあそうだね。向こうは夜行バスで、私は普通の高速バスで帰るんですけど、それで、私は東京駅が乗り場で、向こうは新宿駅が乗り場だったんですけど、私の方が時間が早くて、先にバス乗ったんですよ。そしたらなんか電話、違う、LINE でなんか乗り場わかんないみたいな LINE が来て、で、駅の人に聞いてみたいな、と言ったんですよ。駅の人に聞いたらわかるよって、だいたいわかるよって言ったら、いや、なんかそれでもわかんないからみたいな。で、電話がかかってきて、なんかもうわかんないから駅の人と喋ってみたいに言われて、なんか私がだから駅の人と喋って説明をしたんですけど、結局乗り遅れちゃったみたいで、そしたらもうなんかずっと、なんかもう、ほんとないみたいな、ありえないみたいな、乗り遅れたんだけど、最悪なんだけどとか、ずっと文句言われ続けて、向こうは外だけど、私はバスに乗ってたから、もうなんか、バスに乗った状態で文句言われ続けて、ひたすら、なんか周りにお辞儀しながら、ごめん、ごめんって言い続けてて、で、帰ってきて、で、その帰る前に、なんか言ったんですよ。なんで返事くんないの？みたいな。そしたら、なんか、あ、ごめんね、みたいな、ちゃんと返すから、みたいなことを言われて、で、電話とかもできないの？って聞いたら、あさってはできるよ、みたいな。明日は用事あるから、明日はできないけど、あさってなら絶対できるから、待ってて、みたいなことを言われて、で、帰って、それでもうよかったと思って、また、仲良く戻れると思ったら、なんかもう次の日からまた結局連絡来なくて、
ね、あさって電話するっていうのも全然嘘で、うん。その日も全然、ね、電話するんじゃないの？みたいに送っても全然返事来なくて、はいはい。そこからもうなんか、もういいやってなっちゃって、私が。もう、私がその今まで送ってた、なんで返事くれないのとかいうのも、送らなくなって、全部、その、ツイッターとかも、なんか、つぶやかなくなったりとかはいはい。したら、向こうがなんか LINE してきて、なんか、何してんの？みたいな感じで来て、で、ツイッターつぶやいたら、ね、なんで LINE 返してくんないの？みたいな。で、ツイッターつぶやき続けてたら、DM で、ね、LINE 見てみたいな来て、で、LINE、それでも無視してたら、なんか、めっちゃ電話かかってきてて、はいはい。それも無視してたら、その DM で、なんで電話出ないの？みたいな。でもそれそこら辺でもう本当にしつこくなっちゃって、返事返したんですよ。なんか、LINE じゃダメなの？みたいな。電話をかけてきてたから、電話出てって言われて、LINE じゃダメなの？って言ったら、なんで逆に、何？電話じゃダメなの？みたいな LINE が返ってきて。で、電話して、そしたらなんか、別にそういう感じでもなかったのに、新しい彼氏できたなら別れよみたいなことを言われて、はいはいはい。なんか別にできてないけど、なんか何、あなたがそう思うならいいんじゃないですかみたいな、もう言ったら、なんかもう何、私の話は聞かずに、もう新しい彼氏できたなら別れようってばっか言い続けて、それでもうなんか、最終的に向こうがもう本当意味わかんないって言って電話切られて、そっから何もかもブロックされました。ああ、じゃあ、要するに、まあ、あれだよね、お金を全然出さないと、出さないことと、あとはその女の子を放置しまくりってことだよね。彼女を放置しまくりっていうことだよね。そうです。で、結局その自分をよく、まあ、見せたいってことでしょ、要するに。あとはそのなんだろうな。まあ、そういう感じだよね。いやー、わかりました。すいません。ありがとうございます。すいません。ありがとうございました。はい。